愛のある部屋。転職を機に引っ越すことにした。駅から徒歩10分ほどの賃貸マンションの3階に格安の部屋を見つける。同じマンションの他の部屋やこの辺りの相場と比べても格段に安い。実際に部屋を見せてもらったが、2LDK のそれは日当たりも良く、特に問題がありそうには見えなかった。スーパーやコンビニも近く、道を挟んだ向かい側には緑豊かな公園もあり、環境も悪くない。迷わずここに決めた。しかし不動産会社の担当者はなぜか浮かない顔をする。おおよその見当はついていたが、その表情を見て私は、この部屋の格安である理由を察した。いわゆる事故物件というやつだ。だがこの世に人の死なない場所などない。私が生まれ育った実家は田舎の旧家だが、先祖は皆そこで息を引き取ったのだ。もちろん先祖の幽霊など見たこともなければ、不吉な出来事に遭遇したこともない。所詮は迷信である。そんなことを気にしていたら、この世は事故物件だらけではないか。担当者に理由を聞くまでもなく、私は契約書にサインをした。新生活は順調であった。新しい会社の上司や同僚たちの関係もおおむね良好だ。私は毎朝、玄関先で妻に見送られて部屋を出る。料理上手で心優しい妻の存在が私の支えであった。時々会社の同僚に飲みに誘われるが、あまり酒の好きでない私はそれを断り帰ることにしている。同僚の愚痴を聞かされながらうまくもない酒を煽るより、妻と話をしながら夕食を共にする方がはるかに大切だった。新生活が始まって1ヶ月が過ぎた頃である。ある朝出勤しようと部屋を出ると、廊下の向こうで黒いゴミ袋を抱えた男が立っていた。ゴミ出しにでも行くかと思ったが、なぜかこちらの様子をしきりに気にしている。青白い顔に眼鏡をかけた痩せて陰気そうな男である。その視線が妙に意味ありげで執拗に感じ、私はためらわず男に近づくと、何かご用ですかと声をかけた。男は面食らった表情で視線を外し、いえ、とか、はあ、とか、よくわからない曖昧な返事をした。日中、妻は部屋に一人きりになる。このマンションには一人身の男も多い。妻の姿を見かけた男が何かよこしまな考えを持たないだろうか。私はそれをいつも警戒していた。無言で男を見据える。男はしばし戸惑った後、おずおずとした様子で口を開いた。その、お宅の入ってる部屋、何か変わったことありませんか？変わったこと？妙なことを聞くやつだ。何かごまかそうとしているのだろうか。いえ、聞いた話なんですけどね。男が急に声を潜め、話を続ける。あの部屋、何年か前に女の人が亡くなってるんですよ。それがどうも自殺だったようでと、片手で自分の首を絞める真似をする。首吊りだったと言いたいのだろう。それからというもの、あの部屋に入った人はすぐ出ていくようになっちゃって、3ヶ月といた試しがないって話で。それだけじゃないんですよと、男はさらに声を潜めた。女の人以外にも、あの部屋ですでに2人が死んでるんです。それもみんななぜか首吊り。それであの部屋は呪われてるとか変な噂が立つようになって、なかなか借り手がつかないもんだから、不動産会社も困ってるって話でした。なるほど。では私は久々についた借り手というわけですね。私はため息をついた。
それで、あなたは人が死んだ現場を実際に見たんですか？その問いに男は首を振る。あ、いえ、僕も最近になって越してきたばかりで。では、単なる噂に過ぎないんですね。私の言外に含んだ物言いに何か不穏な気配を察したのだろう。男の態度が急にしどろもどろになった。いや、ちょっと人づてにそんな話を聞いたもんで、心配というか気になっちゃって。別に変わったことは何もありません。私がかすかに語気を強めると、男は青白い顔をますます青くして、それならいいんですと消え入りそうな声でつぶやき、足早に階段の方向へと立ち去った。その様子に私は再びため息をつく。何が心配だ。どうせ単なる興味本位のくせに。何度も言うが、人の死なない場所などない。人が生きるということは必ず死と隣り合わせなのだ。マンションが建つ以前のこの土地にも様々な人の生死があっただろう。そもそもこの町は戦時中に空襲を受け、おびただしい数の死者を出している。人が死んだ部屋を事故物件というなら、この町全体がまさに事故物件ではないか。だいたい21世紀のこの現代に、幽霊だの呪いだのの話も気に食わない。くだらない怪談などよそでやれ。朝から不快な気分にさせられ、私は吐き捨てるように毒づいた。その夜、帰宅した私は妻に今朝の出来事を話した。今日は会社でもあの男の話がなぜか頭から離れなかった。そのせいで仕事でもつまらないミスをして上司に注意されてしまった。男の話を信じるわけではないが、私が唯一気がかりなのは妻のことだけだった。日中何か変わったことはなかったかいと尋ねると、妻は何もなかったわと首を振る。あなたさえいてくれれば幸せよ。テーブル越しに私の手を握る妻を見つめ、僕も幸せだとその手を握り返した。それから2ヶ月ほど過ぎたある日、実家の姉からメールがあり、久しぶりに2人で食事をすることにした。用事があって近くに来たついでに弟の様子を見て母に報告しようというのだろう。何かと口やかましい姉だが、兄弟仲は悪くなかった。約束の時刻、すでに日の落ちた空に星明かりはなく、店に着いた頃には雨が降り始めた。窓際の席に座っていた姉は私を見るなり開口一番、ずいぶん痩せたわねと驚いた顔をした。ちゃんと食べてるの？食事をおろそかにしたらダメよ。幼い子供を諭すような口調についムッとした。ちゃんと食べてるさ。妻の手料理は美味しいんだ。姉さんも今度食べてみるといい。そう答えると、姉が眉間にシワを寄せ、不可解そうな表情を浮かべた。あんた、いつ結婚したの？姉のその言葉に、私は今日疲れたように押し黙った。いつ結婚したのかって、それは、ずいぶん昔に読んだ本のページを一枚ずつめくるように、私は記憶の断片を一つ一つたどっていった。転職を決意した時は、一人だった。引っ越しを決めたのも一人だ。一人で新しい住まいを探し、一人でマンションの契約を済ませ、引っ越す時も業者に頼んだ以外は一人でやった。一人で食事を作り、一人で掃除や洗濯をし、一人でスーツにアイロンをかけ、一人で会社に出かけた。いってらっしゃい。
と声が聞こえるようになったのは、いつの頃からだったろう。不意に頭が重くなった。こめかみのあたりに鈍い痛みが走る。急にめまいがして気分が悪くなり、私はテーブルの上に突っ伏して両手で頭を抱えた。ちょっとどうしたの？あんたなんだか様子が変よ。顔色も妙に真っ青だし。ねえ、大丈夫？口やかましい姉の声が耳元で響く。大丈夫だよと答えようとして舌がもつれた。そういえば最近はあまり大丈夫ではない気がする。仕事でもミスを連発して、上司や同僚たちとの関係も悪化の一途をたどっている。このところ体調も優れない。常に息苦しく、体は鉛のように重い。それが周囲から見てもわかるのだろう。今日はとうとう上司に呼び出され、少し仕事を休んで病院に行くよう勧められた。自分は一体どうしてしまったのかと、不安と焦燥がまるで蜘蛛の巣のように心に絡みつく。妻に会いたい、と思った。玄関ドアの入り口に立って、朝は私を見送り、帰宅すれば必ず出迎えてくれる妻。料理が得意で、ほがらかで心優しく、いつも私の手をそっと包み込むように握ってくれる。長く柔らかな黒髪、白く細い指先と形の良い耳、穏やかな微笑。妻の姿を一つ一つまぶたに浮かべようとして、私はふと、あることに気づいた。妻の顔が、妻の顔だけが、どうしても思い出せないのだ。そして私は自分が今まで一度も結婚したことがなく、この年までずっと独り身であることをはっきりと思い出した。ああ、それなら。立然たる思いが足元から背筋を這い上がってくる。それなら私を部屋で待っている、あの女は、一体誰なのだ。私の名を呼ぶ姉の声が遠ざかり、窓を打つ雨音が一段と強くなった気がした。売れ残り物件。自覚している限り、霊能力はゼロに等しいと思っている私が、先日体験した話です。少し状況を整理したいので、前置きが長くなってしまいますが、お許しください。私は埼玉県の不動産屋で働いています。取り扱っているのは売買の仲介であり、広告媒体等に掲載するために物件を調査し、現地写真を撮影しに行くのも仕事の一環になっています。とあるデベロッパーが新築分譲した全20棟の大きな現場があるのですが、この現場が今回体験したお話の舞台となります。現場の配置は全20棟のうち、A 棟から F 棟までの6棟が一列に並び、その隣の列に G から N までの8棟が並び、そのまた隣に O から T までの6棟が並ぶという配置になっています。新築分譲とは言っても、販売が開始されたのは3年ほど前からの売れ残り現場です。立地条件も申し分なく、価格帯も適正な現場であるため、1年もあれば完売するだろうと誰もが見込んでいた現場でしたが、N、Q、R 区画は未だに買い手がつかず、売り主業者も頭を抱えている状況です。ではどうして買い手がつかないのか。
それはこの現場が出ると噂される現場だからなのです。分譲開始当時、 H、I、L、M の各区画は敷地に通路を含んだ路地上敷地形態、不動産業界では敷縁物件と呼んでいます。と言って、他の区画に比べて不整形な土地であったため、他よりも販売価格を安く抑えて売り出されました。不景気の世の中ですから、質より価格を選ぶ顧客は多く、この現場内でも、H、I、L、M の各区画は、すぐに買い手がつきました。M 宅の引き渡しから半年ほど経ったある日、M 宅のご主人が2階の納戸で首をつって亡くなっているのが発見されました。会社をリストラされて一家は離散し、残ったのは数千万の住宅ローンのみ。追い詰められての自殺だったのでしょう。悲しいかな、このご時世を考えればよくあることですが、M 宅は親族の要望で売り主業者を通してエンドユーザーへ売却する運びとなりました。完売前の分譲地内でこのような事件が起こることは、売り主業者としても相当な痛手だったようで、当時担当の田中さんとも長期戦を覚悟しなければならないと、ため息をついていました。そうは言っても、それから一年も経った頃には、G、N、Q、R 区画と M 宅を除く区画は買い手がついていたのですが、この頃から分譲地に住まわれているいくつかの家庭に立て続けに不幸が起こり始めました。まず、L 宅でボヤ騒ぎが発生しました。幸い死傷者も出ず、被害も周りに及ぶほどのものではありませんでした。次に、I 宅のご夫婦が離婚され、売却する運びとなり、J 宅では奥様が交通事故で亡くなられました。すべて偶然なのかもしれませんが、こうも立て続けですと、さすがに不気味すぎるとのことで、分譲開始から2年を経過した頃、売り主業者から私の勤めている会社に、G、N、Q、R 区画の販売委託の話が持ちかけられ、現在に至ります。そのような現場でしたが、私たちとしては取り立てて特別視することもなく、いつものように物件を調査し、現地や周辺環境を確認する運びとなりました。分譲地内の居住者宅を訪問した際、S、T 区画には2区画を同時に購入して接骨院を開業した先生が住んでいるのですが、気さくな方だったのでお話を伺ってみたところ、M 宅に隣接している家でばかり不幸が続いているような気がして、不気味だよね、と笑っていました。それから半年後、今から半年前のことなのですが、G 区画の買い手がついて、よし、次も頑張ろうというタイミングで、ST 宅の接骨院の先生が、自宅の浴槽で亡くなっているのが発見されました。親族の方のお話を伺ったところ、死因は急性心筋梗塞で事件性はないとのことでしたが、直接お話をした私としては、初めてこの分譲地に何か嫌な気持ちにさせられる事件でした。9月のこと。それまで販売委託されていた N、Q、R 区画に加えて、M 宅についても委託されることとなりました。不謹慎な話ですが、自殺物件と聞いて
営業部の人間たちは大層盛り上がっていたようで、早速何人かの営業が連れ立って M 宅の内見に出かけていきました。帰ってきた連中は口々に、あそこはマジでやばいと連呼しており、何がやばいのかと尋ねてみたところ、他の区画と違って空気が重い、圧倒的に暗い、いくら換気をしても湿った感じがするなど、ありきたりな感想を返してきました。一つ気になったのは、共通して何もない家の中からキンと得体の知れない音が鳴る、あれがマジでやばいというものでした。柱や床なり等を疑ったのですが、その建物は木造住宅で、聞こえてくるキンという音は金属音のような電子音のような、表現しづらいけれど不快な音で、指摘されたような音ではないとのことでした。そこで営業の一人が質問してきました。重要事項説明書。契約前に顧客に説明しなければならない物件の説明書です。に入れなくていいのと。M 宅の場合は、そこで居住者が自殺したという事実は告知事項として載せなければならないのですが、幽霊やそれに類するものは科学的な根拠がなければ載せる必要はないと判例が出ています。状況的には誰が言っても必ずその音はどこからか聞こえてくるので告知した方がいい。しかし根拠もないのに載せたら載せたでそれは問題ということで、結果として私も直接行って確かめてみるべきという話になりました。本当に前置きが長くなってしまいましたが、ここからが本題です。前述の経緯により、自称霊能力ありという営業の佐藤君と私とで、先日九段の M 宅の内見に出かけました。佐藤君は皆の話を聞いてすっかり怯えていましたが、営業なんだし見ておかなきゃダメだろうと責められて、しぶしぶ同行といった感じでした。私はといえば、この分譲地については私自身が事前調査を行って、法務局の古地図等を閲覧しても、過去に墓場や形状等だったという利用形態も見当たらなかったので、みな大げさだなぁとしか思っていませんでした。佐藤君の車に乗せてもらって現地に到着するなり、佐藤君は、うわ、マジで空気重いっすよ。本当にやばいっすよ、ここ。と連呼していましたが、それには構わず、広告掲載用の写真を撮っておこうと、早速外観チェックに取り掛かりました。奥まったところに本地のある敷地形態だけあり、各方位に立つ建物に取り囲まれていて、他の区画に比べると日当たりは良好とは言えない場所なので、これなら確かに不気味な雰囲気と言われても仕方ないなぁと思いました。続いて玄関脇の雨どいに吊るしてあるキーボックスから鍵を取り出そうとしたところ、玄関扉が開いていることに気づきました。誰かが鍵を閉め忘れたか、それとも先客がいるのか。そんなことを考えながら、ごめんくださいと玄関扉を開けてみました。入り口から見る間取りは、玄関を入ってすぐ右側に直線状の階段があり、その左隣の廊下の先に居間に続く扉があるという家でした。居間に続く扉は閉まっており、階段途中の採光窓から日は差しているのですが、それでもやはり薄暗い家といった印象を持ちました。佐藤君は後ろから、
階段を上がった先がやばいと騒いでいましたが、それは奥の納戸で自殺があったからって先入観でしょと流して、玄関内に足を踏み入れました。踏み入れた瞬間、例のキンという音が鳴りました。佐藤君はもうこれ以上進めませんとそこでギブアップしてしまいました。私はといえば不意打ちだったので、えっと一瞬びっくりしてしまいましたが、先客もいるかもしれないし、その人の発した音かもしれないということで、構わず上がっていきました。ひとまず今へ続く扉を開けて、一階の様子を伺ってみます。ちなみに M 宅の間取りは 3LDK プラス何度で、一階には居間とダイニングキッチン、トイレ、洗面所、風呂があり、二階には3部屋プラス何度という作りになっています。居室を二階に集中させた間取りだけあって、一階の LDK スペースは25畳程度あり、家具も置かれていないその薄暗い空間はガランとしていて広く感じました。おそらく水道を止めているためだと思いますが、下水臭が上がってきていたので、換気のために居間とダイニングのシャッターと窓を開けてみたところ、入ってきた日差しで少し明るさを取り戻した室内は、きちんと清掃もされていて、綺麗に保たれているなと思いました。続いて2階へ行こうと玄関に戻ったところ、佐藤君は相変わらず階段の方を見て、やべえよ、やべえよ、とブツブツ言って待っていました。お前は出川か、と笑い飛ばしながら、一人階段を上がっていく私。階段を上る途中、例のキンという音がまた鳴りました。音の出どころは階段や床のきしみの音などではなく、なんというか空間で鳴っているように思いました。鉄骨作りの家は壁内部の鉄骨が金属ストレスでたまに鳴るということは知っていたのですが、木造の家も同じようになるのかな。木材が乾燥割れする音なら、キンじゃなくてパキッとかだよな、などと考えながら2階に到着。階段を上り切った真正面に例の納戸があるので、キンと同様にいきなりは勘弁だなと思っていたのですが、そこにいたのはスーツ姿の田中さん。売り主業者の社員さんでした。あれ、田中さん、と声をかけると。ああ、清水さん。下の方から声は聞こえてたから、誰か来たとは思ってたんですが、清水さんでしたか。お疲れ様です。とのこと。真っ暗な中から現れられたら、びっくりしちゃいますよ。と笑いながら言うと、驚いちゃいました。この家が売れ残ったままだと、他の区画も一向に売れそうにないので、せめて見栄えは良くしようと定期的に清掃に来ているんですよ。と笑いながら返されました。まあ3年間も売れ残ってしまっては、担当者としては上司からも責められて大変だろうなぁと同情しつつ、内観写真を撮りたいのでシャッター開けますねと申し出ると、じゃあ掃除も終わったところなので私は失礼しますねと言い、一階へ降りていきました。その後私は各部屋のシャッターと窓を開けて換気しつつ写真を撮って回りました。九段の自殺のあった納戸を含め、どの部屋も一階同様に清掃されており、さして変わった様子もなく、デジカメに表示される写真にも何か変わったものが映るというわけでもなく、
拍子抜けするほど何も起こらないまま内見を終えて一階へ降りていきました。一階玄関では相変わらずの怯えた様子の佐藤くんがいたのですが、降りていくなり大丈夫でした、てか清水さん二階で誰と話してたんですとのこと。ん？佐藤くんどっか行ってたの？いや、ずっとここにいましたよ。清水さん誰かと話してるなぁと思って。え？田中さん降りてきたでしょ？え、誰も降りてきてないですよ。またまた、そうやってビビらせようとしてるんでしょ？いや、マジですって。直階段だし、降りてきたら気づきますって。てか、清水さん気づいてます？俺たち玄関入った時、靴とかなかったじゃないですか。なのに清水さん、誰と話してるんだろうって。そう言うや否や、佐藤くんが視線を上に向けて。てか、清水さん、いるいるいる、上にいるからと叫んで、家から飛び出していきました。ゾクッとしたところで追い打ちをかけるように、キンとなり、うわーとなって、私も外に飛び出しました。車に戻って佐藤くんを問いただしたところ、2階の踊り場から階段を降りるのではなく、私の頭の真上を田中さんや見知らぬ何人かが玄関側の方へ宙を歩くように通り過ぎていき、突き当たった壁のところで消えていったとのことでした。佐藤くん曰く、金の音の正体は、彼らが壁に消えるときに発する音なんじゃないかとのこと。すぐさま売り主業者に電話したところ、田中さんは8月にこの現場からの帰りに交通事故で亡くなっていたこと。それで M 宅を担当できる人員が足りなくなってしまったために、私の会社に委託したのだということを聞かされました。その後、私の身の回りで何かが起こったということはないのですが、売り主業者にも田中さんにも申し訳ないのですが、その現場を売っていく自信はなくなりました。ちなみにその現場はまだ買い手がついていないので、広告媒体で埼玉県内の敷園物件を見かけた際は用心してください。安息地。鉄筋コンクリート造りの2階建てアパート。その101号室は異様に家賃が安かった。事故物件な上に人が居つかないそうで、家主のおばさんはそこで起きたことについて、もはや一切隠す気がないらしかった。そこの角で倒れて亡くなってたのよ。おばさんは何もない焼き部屋の一角を指さした。もともと幽霊が出るって言うんで、長く住む人がいなくってね。久しぶりに半年以上も持った人がいたなと思ったら、これよ。異臭がするって言うんでここに来てさ、インターフォン鳴らしてもうんともすんとも言わないから、警察呼んで合鍵で部屋に入ったの。そしたら、もうね。夏場だったもんだからひどくて。おばさんは大きなため息をついた。それがさ、ガシだったのよ。ガシ？私は思わず聞き返した。そうよ。部屋にはちゃんと食べるものも置いてあったのに。あんたと同じぐらいの真面目そうな若い娘さんだったのに、かわいそうにね。一通り話を聞いた後、私はその部屋に住むことに決めた。おばさんは驚いていたけれど、
駅まで徒歩10分。深夜まで営業しているスーパーが近くて、おまけに家賃が激安とくれば、私にとってこんな好物件はなかった。要は、気にしなければいいのだ。この部屋で起こった死亡事故のことも、部屋に入った時からその角にずっと立っている、ぼんやりした人影のことも、気にさえしなければいいと思った。思った通り、その部屋はなかなか快適だった。建物自体は古いけれどしっかりしているし、設備もリノベーションされており申し分ない。通勤時間もかなり短縮された。ぼんやりした人影は、例の死体があったという部屋の隅に四六時中立っていた。ただ、立っているだけだ。私に何か語りかけてくることもなければ、何か害を及ぼそうとする気配も感じられなかった。部屋に慣れてきた私は、謎の先住者をじっくりと観察した。日向にできた影がそのまま凍ったような灰色をしていた。身長と体格からおそらく男性だろうと思われた。謎の灰色の男か。ミハイル・エンデのモモを思い出して、私は思わずふふっと笑った。もしもモモが実在するとしたら、今の私の生活はきっと、時間を取られた人々と同じように、彼女の目には映るだろう。朝8時半に出勤して、一日慌ただしく追い立てられるように働き、夜の9時を過ぎてから退勤する。業績悪化で社員数が削られ始めてから、そんな日が続いていた。職場の雰囲気も悪くなり、朝起きると出勤の憂鬱さに、目の前が灰色に曇っていくような気さえした。会社用のパンプスを見ただけで、胃がキリキリと痛んだ。いいよね、あんた。ずっと家にいられて。私は人影に話しかけた。もちろん何の返事もなかった。入居してから半年が経った。相変わらず人影は部屋の隅に立っていた。何がそんなに楽しくてそこにいるのだろう。私にはそいつが若干腹立たしく、羨ましくさえあった。一日中部屋の隅にただじっと立っている。それはひどく贅沢なことのような気がしたのだ。ある日曜日の夕方だった。終わっていく週末と明日の出勤のことを考えると胸がチクチクと痛んだ。その時、不意に私は自分も部屋の隅に立ってみようと思ったのだ。ちょっと失礼。人影に声をかけて、彼に重なるように角に立った。その瞬間、暖かく柔らかい空気のようなものが私の全身を包み込んだ。大好きな人の胸に抱かれているような安心感と多幸感が、憂鬱を押しのけて心を満たしていく。両腕を体の脇に下げ、棒立ちになったまま、私はいつの間にか涙を流していた。私がこの部屋と巡り合ったのは、このためだったのだという確信があった。この奇跡に私は感謝した。このまま、ここでずっとこうしていたい。目覚まし時計のアラームが部屋中に鳴り響いた。突然現実に引き戻された私は慌てて耳障りなベル音を止めた。同時に強烈な倦怠感が全身を襲った。空腹で吐き気がした。窓の外が明るい。いつの間にか日付が変わって月曜日の朝になっていたのだ。
夕食も食べず、一睡もすることなく、私はあの隅にただ立ち尽くしていたのだ。以前、この部屋で亡くなった人は、そうだ。ガーシー。私は急にゾッとして部屋の隅を見た。灰色の人影はそこに立っていた。普段と何も変わらず、善意も悪意も持っていないような、影が凍ったような姿。しかし今、それは私の目に死神のように映った。突然の契約解除の申し出に、家主のおばさんは何の文句も言わなかった。私はすぐにアパートを引き払い、別の場所に引っ越した。通勤時間は伸びたし、軽量鉄骨のアパートに変わったせいで、隣の生活音が聞こえるようになった。でも部屋の隅には誰も立っていなかった。勤務先はあれから少しして、いよいよ経営が危なくなり、ある日社長が社長室で首を吊って、あっという間に亡くなってしまった。必死の思いで転職した先は全然別の業種だったけれど、思ったよりも居心地が良くて、9時から5時まで働けば大抵仕事が終わった。運よく生活が好転したけれど、それでも私は時々あの部屋のことを思い出す。あそこに佇んでいた影のことを、そこに重なって立った時のとてつもない幸福感を思い出してしまう。もしもあの頃のような憂鬱な生活が戻ってきたら、私はまたあの部屋に住もうとするのではないか。あの人影に抱かれるようにして、幸せな気持ちのまま死のうとするんじゃないだろうか。それを恐ろしいと思ううちはまだ、私は幸せなのだと思う。隙間。上司の愛さんが大学生の頃の話だという。都内の大学に合格した愛さんは入学前の3月に一人で上京して、大学近くの学生街にある不動産屋で物件を見て回った。時期が悪くて条件に合わない物件が続く中、比較的条件の折り合う物件が一件見つかった。2階のその一室は典型的な6畳のワンルームだったが、そのワンルームが長方形ではなく、微妙な台形になっていたのが気にかかったという。南側の窓を背にすると、左側の壁は普通にまっすぐで、そのまま玄関へ続く廊下につながっていたが、右側の壁が奥に向かうにつれて幅が狭まる形に傾斜していたそうだ。その傾斜は突き当たりの襖の閉じた収納まで続き、襖を開けると収納の中も中途な逆三角形のような台形になっていた。角部屋でもないのになぜこの部屋は台形になっているのかと、愛さんは不動産屋に尋ねたが、わからないとのことだった。傾斜以外に不都合はなさそうだったし、日が傾いて時間がなかったこともあり、愛さんはその物件で契約した。最初は特に不便を感じなかったが、暮らして半月ほどすると、愛さんは部屋にいると違和感を覚えるようになってきたという。どんな違和感かという私の質問に、愛さんは無理やり言葉に例える感じで説明してくれた。酔った感じに近いかな。何か平衡がおかしくて、めまいとか立ちくらみほど急激じゃないけど、それがずっと続くんだよね。軽く袖を引っ張られてるみたいな感じがあって、見るとだいたい襖の方向なの、収納の。一度床に掃除機かけてたらめまいがして、
奥襟をぐっと掴まれて引っ張られる感じがして後ろに倒れかけて、はっと後ろを振り返ったら、やっぱりその先に襖があるの。しかもわずかに開いててさ、隙間から真っ暗い空間が覗いてんのよ。普段は閉めてるからそんな中途に開けた覚えないし、何かゾッとしちゃってね。愛さんは症状が治まることを願ったが、逆に違和感は日々増したという。どんな体勢になっても平行の乱れを感じ、目を閉じて寝ると、周囲の床がルーレットみたいに激しく回って感じられたという。この症状を脳の病気と考えた愛さんは怯えたそうだが、愛さんはそれも見当違いだったことを思い知らされた。ある夕食時に、味噌汁の入った椀をローテーブルに運ぶ途中で、愛さんは急にめまいを起こして味噌汁をこぼしたという。思わず声を荒げて付近を探そうとした愛さんは、床にこぼした味噌汁を見下ろして唖然としたという。履いたスリッパ越しに踏みしめる感触からして、間違いなく床は平行なのに、こぼれた味噌汁は傾斜を滑り落ちるようにゆっくりと糸を引いて、床の上を伸びていった。味噌汁が糸を引くその先には、わずかに開いた収納の襖があった。これが症状ではなく、現象だと認知した瞬間、愛さんは自分が立ってると思ってた地面が実はただの空洞だと気づいて、ぐにゃりと時空が歪むような怖さを覚えたという。円錐形の胡椒の瓶を床に置いた愛さんは、襖の隙間に向かって一人でに瓶がゆっくりと回転するのも見たという。その頃から愛さんは隙間に対する強迫神経症を患ってしまったという。今でもわずかに開いた隙間が苦手で、なるべくその付近には痛くないそうだ。愛さんは必要に襖がぴったり閉じていることを確認したが、それでも平行の歪みを感じてパッと襖を見るたびに、必ずわずかに隙間が覗いていたそうだ。それが嫌なのは、愛さんが見るたびにその隙間が徐々に広がりつつあることだった。特に夜は傾斜の角度がより急に感じられてきた。背中や手足はベッドに密着しているのに、床自体が収納に落下する角度に傾いているように感じ、布団をすり抜けて滑り落ちることを恐れるように、ふとシーツを両手できつく掴んでいる時が増えてきたという。それが夢なのかうつつなのか、次第に自分でもよくわからなくなってきたそうだが、ある夜、床の傾きを感じた愛さんが反射的に両手でシーツを掴んで、足の先の襖を見ようと首を持ち上げると、起こした顔に向かって冷たい強風が吹き寄せるのを感じて、もうこれはダメだと思ったという。風は開いた襖の奥に広がる闇から吹き寄せていて、どう考えても襖からそんな強風が吹き寄せてくるはずがなかったからだ。愛さんは早急にここを出ないと終わると思ったそうだが、そこからさらにもう一月近くそこに住み続けたらしかった。私がその理由を尋ねると、愛さんが声を荒げて答えた。いくらこっちが説明しても、全然親父が真に受けてくれなかったんだよ。遊ぶ金欲しくて嘘ついてるんだろうって。もう怒ったね。毎日電話で怒鳴り合って、じゃあとにかく一度こっちに来いと、証拠見せてやるって。したら二週間ほどして、ようやく来てくれてね。それで、どうなったんです?すごかったよ。愛さんはそう言うとおかしそうに笑った。その頃には、俺的には部屋にいるだけで、
スキーのジャンプ台並みにすごい傾斜を感じてて、親父は何とも感じてなかったけど、床に塩を撒いたの。したら親父の目の前で、掃除機で吸ったみたいに、あっという間に襖の隙間に吸い込まれてってね。それを見た親父が、急に鶏みたいにキョトキョト押し出して、すぐ引っ越さなきゃって。それが何だと思うかと私が尋ねると、愛さんは首をかしげながら、さあ、とだけ言った。もしそのままその部屋にいたらどうなっていたかと思うかという私の質問に、愛さんは確信に満ちた口調で言い切った。確実に、あっちに引っ張られてたと思うよ。親父が来る二日くらい前から、もう耐えられないから満喫に泊まるようになっててさ。金もなかったし、親父が来るのがあと数日遅かったら、ほんとどうなっちゃってたんだろうって、今でもたまに思うよ。新居。なんだか黒いな、というのが、初めて霞の新居を見た時の正直な印象だった。それは今年できたばかりだという建売り住宅で、周囲にも似たような印象の家が数軒建っていた。霞の家は南向きに大きな窓があり、白い壁と木の格子を合わせた和モダンな外観をしている。だから黒いなというのは窓外れな印象のはずなのに、パッと見たとき、なぜか私はそう感じたのだ。表札を見ると新沼とある。やっぱりここが霞の家に間違いない。私は少しためらいを覚えながらインターホンを鳴らした。はーい。私、美和子。ちょっと待ってて。インターホンが切れる。玄関のドアが開くのを待つ間に、私はふと足元に森塩があるのに気づいた。カクテルグラスを使って作ったのだろうか。真っ白な塩が綺麗な円錐形に盛られている。あの子、こんなの置くんだ。確か、縁起がいいんだっけ？そんなことを考えていると、ドアが開いて、霞が懐かしい顔を見せた。4年前に寿退社した彼女とは、SNS で近況を確認し合ってはいたけれど、直接会うのは久しぶりだ。しばらく見ないうちに、少し痩せたような気がした。霞は私の会社の元同期だ。私とは正反対のタイプだけど、なぜか馬があった。彼女が結婚とともに東京から名古屋に引っ越してなかなか会えなくなった後も、私たちは定期的に連絡を取り合っていた。彼女から家買ったから遊びに来てよと連絡があったのはつい先日のことだった。互いに予定を調整してようやく今日、新居を訪問することができたのだ。久しぶり。素敵なお家だね。ありがとう。散らかってるけど、入って。霞は私を玄関に迎え入れ、スリッパを並べてくれた。散らかってるなんて言ったけれど、叩きも靴箱の上もすっきりと片付いているし、フローリングの床もピカピカだ。そういえば会社員時代から、彼女のデスクはいつもきちんと整頓されていたものだった。通されたリビングダイニングもまるでモデルルームのように綺麗だった。真新しいリビングは白とベージュで統一されていて、レースのカーテン越しに明るい外の光が差し込んでいる。私はさっきなんだか黒いなと思ったことを改めて不思議に思った。ダイニングテーブルの上にはすでにお茶とお菓子の用意がされていた。私は霞に
お土産に持ってきたチーズケーキを渡した。どう？新居での生活。正直、ちょっと寂しいかな。旦那、出張が多いから。かすみは苦笑いしながら、私のカップに紅茶を注いでくれた。旦那さん、何してる人だっけ？ゼネコンで設計の仕事してる。全国に支所があるから、すぐあちこち行っちゃうんだよね。壁際のキャビネットには、写真立てに入った二人の写真が置かれていた。新婚旅行で撮ったもののようだった。スラッとしてかっこいい旦那さんと小柄な美人のかすみ。絵になるカップルだと思う。でもいいね。新築の一軒家。持ち家だからいろいろいじれるのもいいよね。私がそう言うと、かすみは自重気味に、二人で過ごすには広すぎだよ、と言って笑った。ここ、二階建てだよね。部屋数もありそう。3LDK かな。子供がいたらちょうどいいかもね。かすみは少し寂しそうな目をした。結婚して丸々4年が経とうとしているけど、彼女たち夫婦は子供には恵まれていない。美和子はどう？何が？結婚。彼氏と長いでしょ？お互い考えてないわけじゃないけど、なんか踏ん切りがつかなくって。いっそ子供でもできちゃえば籍入れるんだけどね、などと言いそうになって、慌ててやめた。かすみは子供ができないことを悩んでいないわけじゃない。たとえ無意識にでも彼女を傷つけたくはなかった。幸いかすみは私が出現しかけたことには気づかなかったようだった。わかる。いろいろやることがあるから勢いが必要だよね、と言ってうなずいている。そうそう。第一、誰かと一緒に住むとか、私にできるのかなって。まあ、なるようになるよ。かすみは、私の持参したチーズケーキの包みを開いた。わあ、これ久しぶり。この辺だと売ってないんだ。かすみ、それ好きだったよね。うん、ありがとう。切っちゃっていい？かすみは早速切り分けたチーズケーキを陶製の小皿と一緒にトレーに乗せて運んできた。どうぞ。ありがとう。あ、トレーから小ぶりのフォークが一つ床に滑り落ちた。チリンと涼しい音が響く。私は身をかがめてテーブルの下を覗いた。どこかな？ん？ダイニングテーブルの下に、この家に不釣り合いなものが落ちていることに、私はすぐに気づいた。泥団子だ。子供が公園の砂場でこしらえて並べているような、不格好な土の塊が、綺麗に掃除されたフローリングの上に落ちている。何？これ。私に続いてテーブルの下を覗き込んだ霞の顔がすっと白くなった。また。彼女はそうつぶやくと、ちょっとごめんねと言って部屋を出て行った。大きなすりガラスをはめ込んだリビングのドアがバタンと閉まる。私はもう一度テーブルの下を見た。やっぱり、泥団子としか言いようのないものが落ちている。それは不可解そのもののような存在だった。まず、こんなものを持ち込む人がいない。この家に子供はいないはずだし、仮に子供がいたとしても、
霞が泥の塊をそのまま放っておくとは考えにくい。ごめんごめん。小さなほうきとちりとりのセットを持って、霞が再び現れた。テーブルの下に上半身を入れ、慣れた手つきで泥団子をかき出す。ちりとりの上で、泥団子がゴロッと転がった。ちょっと、外に捨ててくるね。霞は再びリビングを出て行った。無理やり作ったような笑みに、私はふと不穏なものを感じる。何か嫌なことが、この家で起きているという予感がする。お待たせ。戻ってきた霞に、私は早速尋ねてみた。あの泥団子が何なのか、わからないままにしておくのが嫌だった。ねえ、さっきの、何？霞は少しの間黙って、私の顔をじっと見つめた。それからダイニングセットの椅子にどさっと腰掛けると、ケーキ食べよ。と、私に声をかけ、自分のケーキにフォークを入れようとして、また立ち上がった。ごめんごめん。フォークが、ないんだったね。ねえ、さっきのさ。そこまで言ってから、しつこかったかなと私は後悔した。いくら親しい同僚だったと言っても、もう4年も前のことだ。それに加えて霞の様子には何かただならぬものがあった。ひょっとしてあの泥団子には何か深い事情があるのではないか。そんな気がした。霞はカトラリーをやたらとガチャガチャ言わせながら小さなフォークを取り出した。たまに出てくるんだよね、あれ。突然冷めた表情でそう言われたので、私はと、間抜けな声で問い返してしまった。霞はニコリともせず、キッチンカウンター越しに私の顔を見つめた。手に持ったフォークが冷たく光っている。だからさ、たまに出てくるの、家の中に。あれくらいの泥団子が転がってることがあるんだ。私も旦那も持ち込んだ覚えないんだけどね。それって、なんで？霞はふふっと笑ってフォークを手に戻ってきた。変でしょ？何もなかったはずのところに急に出てくるの。一日に何度も掃除してるんだけど。その時、二階からガタンと大きな音がした。私は思わず飛び上がるほど驚いた。霞はちらっと天井に目を向けたが、何事もなかったかのようにチーズケーキを食べ始めた。誰か、いるの？誰もいないよ。旦那は仕事だし、私一人。とても気のせいとは思えないような音だったけど、でも霞が落ち着いているのに、私があわあわしているのは変だ。そう思って、私もダイニングチェアに腰掛け、入れてもらった紅茶を一口飲んだ。味がしなかった。二階からまた、バタバタと音がした。まるで誰かが床を踏み鳴らしているみたいだ。とてもやなりで片付けられるような音ではなかった。霞は澄ました顔でケーキを食べ続けながら、ふと顔の横をまるでハエでも追い払うような仕草でパッと払った。うるさいな。何もいない空間を手で引っかき回すようにしながら、彼女はつぶやいた。ねえ、どうしたの？何でもないってば。突然ヒステリックな声を上げて、
霞は私を睨みつけた。私がひるむと、突然取り繕うような笑顔になる。ごめんごめん。本当に、何でもないの。やっぱ、ここのケーキ、美味しいね。そう言って私に微笑みかける霞は、以前と変わらない彼女のような、私の知らない人のような。何か恐ろしいことが起こっている片鱗を見た気がして、私は頭がクラクラした。ねえ、何か、あるの？その、変だよ。私は、彼女の正面に腰掛けたまま尋ねた。霞は何も答えず、手に持っていた小皿をテーブルに置いて、ドアの方を見た。つられて私もそちらを向いた。途端に、悪寒が全身を走る。すりガラスの向こうに人影があった。髪の長い女のように見える。私は椅子に座ったまま後ずさった。あれ、誰？誰がいるの？誰もいないの。霞は勢いよく立ち上がると、つかつかとドアに歩み寄ってノブに手をかけ、開く。誰もいなかった。ただ綺麗だった廊下に泥団子が落ちている。半ば崩れたその中から何か白っぽいものが飛び出しているように見えた。背後でパタンと音がして、私は飛び上がった。振り返ると、霞と旦那さんの写真を入れたフォトスタンドが倒れていた。霞がドアの外に出て、またほうきとちりとりを持ってきた。廊下の泥団子を掃除しながら。あの人、旦那の不倫相手なんだ。と言った。え？正確には、元がつくけどね。別れさせて慰謝料取って、子供できてたから、おろさせた。でもあいつ、変な奴でさ。赤ちゃんのちっちゃな遺骨をバラバラにして、泥で包んで、うちに置きに来るの。なんで？なんでそんなひどい？不倫相手の人が、家に入ってきてたの？不倫相手なんか、もういないよ。死んだもん。めちゃくちゃなことを言いながら、霞は泥団子を片付ける。だから、もういないの。何のつもりか知らないけど、うちに泥団子持ってくるだけ。旦那は怖がって、帰ってこなくなっちゃったけど。霞はちりとりの上に置いた泥団子を、冷ややかな目で見つめた。私は、絶対あいつに負けない。出て行ったり別れたり、絶対にしない。じゃあ捨ててくるねと、霞が言って、リビングのドアがパタンと閉まった。彼女が戻ってくるまでのやけに長い時間を、私は冷や汗をかきながら待っていた。それから五分もしないうちに、私は霞の家を辞した。彼女はそうなるのが分かっていたというふうに、引き止めもせず私に手を振った。帰り際に玄関の前の森塩を見ると、先端が崩れて溶けていた。最後に一度だけ振り返った彼女の家は、さっきよりもまた少し、黒ずんだように見えた。とあるアパートに残された怨念。皆さんは人の怨念が詰まった品に出会ったことがありますか？これは私が数年前に体験したある恐ろしい話です。私はこの日、とあるアパートの一室をリフォームするとのことで、
内装の解体作業をしに行きました。どうやらこの部屋に住んでいた住人が3ヶ月ほど前から謎の失踪。大家さんが保証人の承諾を得て強制退去にしたようなのです。そして部屋の状態があまりにも芳しくないため、大家さんが知り合いである私の会社の社長にリフォームを依頼し、私が現場を担当することになりました。謎の失踪とか、やばくないっすか？訳あり感満載っすよね。一緒に現場に入る後輩が、現場に向かうトラックの車内でそう言いました。確かにな。まあ、一部屋だけの解体なんてすぐ終わるし、ちゃっと終わらせて大工さんに引き渡すか。そうっすね。なんか怖いから、さっさと終わらせてやりましょう。私自身も、なんとなく嫌な感じがしながらも、怖がる後輩をたしなめ、気合を入れ直しました。そして現場に到着。二階建てのアパートは外に階段がある作りで、古くも新しくもない感じのアパートでした。ですが、ついてトラックを降りた瞬間、全身に寒気が走りました。なんか、寒くないっすか？後輩も寒気を感じたらしく、身震いしながらそう言いました。夏なのに、なんか寒いよな。まあ、動いてるうちに温まるだろう。なんか、やべえ感じしますよね。マジでさっさと終わらせましょう。だな。特に霊感があるわけでもない我々でも、何かやばいと感じるこのアパート。一抹の不安を感じながらも、再び気合を入れ直し、出迎えていただいた大家さんに鍵を借りて、部屋の中に入りました。部屋のドアを開けた瞬間、寒気は倍増し、鳥肌がブワーッと全身に立ちました。これは、さすがにやべえな。そう思って後輩の方を見ると、顔が青白くなり、両腕をこすりながら震えていました。お前、大丈夫か？平気っす。それより部屋の中、やべえっすね。突然失踪したというだけあって、部屋の中は物がそのまま残り、ありとあらゆる物が床に散乱し、足の踏み場がない状態で、とても解体作業に入れる状態ではありませんでした。二人でため息をつきながら、まずは大量の残地物を撤去することに。家電やその他の売れそうなものと廃棄するものと分けながら撤去して、少しずつ 1LDK の部屋の全貌が明らかになってくると、異様なことに気づきました。ゴミは大量にありとあらゆるところに散乱していたのですが、食料のゴミが一切ありませんでした。残された冷蔵庫の中身も何も入っておらず、一体どんな生活をしていたんだと、不気味さがさらに増しました。極めつけに、テーブルの上いっぱいに残された大量の薬品。おそらく精神安定剤の類だと思いますが、その数がとにかく異常でした。精神を病んだ末の失踪。そう思わずにはいられないこの風景と、どんなに体を動かしても止む気配がない寒気。この部屋には、きっととんでもないものが住み着いているんだということが、ひしひしと伝わりました。終始寒気に襲われながらも、一刻も早くこの現場から立ち去りたい一心で作業を進め、なんとか昼休憩の前には残地物の撤去が終わり、一息つきました。
そして午後から解体作業を急ピッチで進めました。茶の間の横の天井のボードを落としていると、何やら箱のようなものが落ちてきました。見てみると、その箱はブリキでできたせんべい等が入っていそうな箱でした。なんで、こんなものが天井裏に？そう思いながら、箱の蓋を開けた瞬間、強烈な吐き気に襲われました。おえつしながら、箱の中身を恐る恐る覗いてみると、大量の長い髪の毛と、男女のツーショット写真、そして血のようなものがべったりと付着した、包帯で巻かれた小さな何かが入っていました。私は驚きのあまりその箱を床に落とし、腰を抜かしてしまいました。どうしたんですか？心配してこちらに来てくれた後輩も、間もなく箱の存在に気づき、驚愕のあまり腰を抜かしました。なんすかこれ、髪の毛に、あの血ついたやつ、やばくないっすか？多分、これ相当やばいやつだな。とにかく、このまま作業するのは良くないと判断した私は、すぐに依頼主の大家さんに来てもらいました。大家さんは、箱の中身を見た瞬間、目を大きく見開き、冷や汗をかきながら震え、こう言いました。この写真の二人は、この部屋の住人です。大家さんから語られる事実を、我々が固唾を飲んで聞いていると、さらに大家さんは、こう続けました。でも、女性の方は半年くらい前からぱったりと姿を見なくなって、3ヶ月前に失踪したのは、名義人であるこの写真の男性、〇〇さんなんですよ。考えてみれば、〇〇さんの様子がおかしくなり始めたのも半年くらい前。この箱は、下手に触らない方が良さそうですね。すぐに、こういうのの専門の方に来てもらうので、申し訳ありませんが、今日のところはお引き取りください。社長の方には私の方からご説明いたしますので。大家さんにそう言われ、我々は片付けを済ませて帰路に着きました。マジでやばかった。あの箱何なんすかね？見た瞬間すげえ気持ち悪くなりましたよ。俺も吐きそうになった。この様子じゃ作業は明日以降も中止っぽいな。中止にした方がいいっすよ。俺もあの部屋入りたくねえっすもん。まあ、あとは大家さんと社長が話し合うだろう。などと話しながら、あの部屋から帰れた安心感と、またあの部屋に行くことになるかもしれないという不安を抱きながら、それぞれの家に帰りました。この日はなんだかどっと疲れてしまったらしく、私は軽く晩酌しながらうとうとしてしまい、ソファーの上で寝てしまいました。最初はいつものように、たあいない夢を見ていたのを覚えています。しかし、突然真っ暗になり、いつの間にかあのアパートの中にいました。アパートの中は綺麗で生活感にあふれた雰囲気でした。そしてあの箱が落ちてきた部屋には女性の後ろ姿が。何やら横にゆっくりゆらゆら揺れて、小声で何かを言っています。耳を澄ませて、女性が何を言っているのか聞いてみると。この子は、私の。と言っていました。
すると突然女性がものすごい勢いでこちらを振り向きました。女性の顔を見ると正気の感じられない表情でしたが、間違いなく箱の中にあった写真に写っていた女性でした。そして女性は手に何か小さなものを抱えていました。よく見ると、それはものすごく小さな赤ちゃん。しかも、血まみれの。私はあなたを許さない。突然女性が鬼の形相で叫んできました。そして耳をつんざくような赤ちゃんの泣き声。私はあまりの恐怖に耐えかねてガバッと飛び起きました。冷や汗をぐっしょりとかいて、激しい吐き気に襲われトイレに駆け込み吐いてしまいました。耳にはまだ赤ちゃんの泣き声が残っている感じがしました。箱の中に入っていた何かの正体。それを考えただけで、恐ろしくてこの日は一睡もできませんでした。そして次の日、後輩も私と同じ夢を見ていたらしく、一睡もできなかったようです。寝不足の中、いつものように現場に向かおうとすると、社長に呼び止められました。日当は出すから、今日は現場出ないで、俺と一緒に来てくれ。そう言われて向かった先は、お寺でした。それも数々の心霊現象を解決していると言われる、凄腕の住職さんがいるお寺です。どうやら先日の件で、我々はお祓いが必要と判断されたようです。住職さんにお祓いをしてもらって、なんとなく身も心もすっきりしていると、住職さんが我々の身に起こったことを詳しく説明してくれました。簡単に言えば、あの部屋にあった箱は怨念が込められた箱。要は呪いですね。あの部屋に住んでいた女性は子供を身ごもりましたが、信じていた男性に中絶を強要され、やむなく中絶をしました。しかしそのことに絶望し、男性を激しく恨んだ。そして部屋を飛び出す前に、あの箱に自分の髪の毛と写真、こともあろうに胎児の亡骸を入れました。女性はその後すぐに自ら命を絶ち、あの怨念が詰まった箱が完成したわけです。きっと男性の方も怨念の力によってもう、あなた方は早めに払えてよかった。あの箱は私が責任を持って除霊いたしますので、安心してください。住職から語られた驚愕の事実に唖然としました。ですが恐怖というよりも、絶望し自ら命を絶った女性と生まれてくるはずだった赤ちゃんのことを思うと、私も後輩も涙が止まらなくなりました。人に恨まれるような生き方をしてはいけない。簡単ではないけど、そうするべきです。そうしないと、今も誰かが怨念の詰まった品をこの世に生み出しているかもしれません。